チタン18ゲームズ。はい、どうもチタン18です。今日もギャングスターベガスやっていきます。今日はですね、ここにね今置いてあるんですけど、このねスライサースポーツっていうのをね紹介したいと思います。これね、もともとレベルがあったんですけどね、アップグレードによってねレベルが消えましたね。アップデートによってだからレベルはない感じですね。で、173台で変えて、最高時速242キロ、加速 3.65、体力5616と、で、配達は43万と、で、色は1色です。で、これどこで手に入るかと言いますと、これのね、どこだっけな、工場か、違うな。これか。これですね。レベル1飛行場をレベル3にすると買えるようになります。はい。でね、見た目はこんな感じです。前方にねすっごいでっかい歯がついてて、めちゃくちゃかっこいいですね、見た目は。で、結構ね傷だらけになってます、窓ガラスとかがね。早速乗っていきましょう。ちなみにね、これね殺傷能力があるかないかがねいまいち分かんないんですよね、この歯に。一応何も書いてないんですけど、触れたら死ぬんですよね。一応その切れる演出とかはないんですけど、それがたまたま引いたあれになってるのか、これって、ね、死んでるんですよ。死ぬんですけど、これが引いたから死んでるのか、刃物で死んでるのかがねいまいち分かんないんですよね。走り心地はこんな感じです。カーブは普通に曲がれます、結構綺麗に。いきますよ。これをねこうやってやると死ぬんですよ。だからね、どこ、これがね当たり反、あ、死んでないな。じゃないないですね、殺傷能力は。見た目ですね、これ飾りですね、完全に。ただ結構かっこいいで、見た目が。おお、死んじゃった。あら、撃てれない感じ。結構音がキュル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 、かっこいい感じで鳴ってますね。見た目がこんな感じですね、走ってる見た目。いや、いいですねこれ。その場でドリフトもできますこいつは。いや、かっこいいかっこいい、マジマンジって感じですよね本当に。いや、結構ねこうやって、ね、障害物をね弾くことはできるんですけど、自分がね釣られて回転しちゃいますと。いけ、あー無理ですね、止まっちゃいますね。これ上のこの歯が邪魔ですね、多分そのせいで止まってますね。これなんかやることあるかな。なんか本当にねこういう系のレビュー動画って何をすればいいのかがね、こういう本当に特徴がね特徴がないって言ったら悪いけど、かっこいいよ、めちゃめちゃ見たらかっこいいんだけど、特に特殊能力がない系のね車はね、特になんかをするっていうことはなく普通に走るだけだから、何をねすればいいのかがいまいち分かんないんだよね。うん、映画っぽい動画でも撮ればいいか。結構タフですねこいつ。結構さっきからねいろんなとこに当たってるんですけど、さあ、おお、あー、やっぱり速度が減速しちゃいますね、上に車を乗せると。おお、いい感じいい感じ。最後あそこのジャンプ台からジャンプして終わりましょうか。おお、かっこいいかっこいい、今のはかっこいい、今のはかっこいい。よし、今のサムネ決定だ、あとでスクショしよう。じゃあね、これでねそろそろ動画を終わりにさせていただきますかね。それでは動画はここら辺で終わります。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お得な情報を配信している公式 LINE も概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてくれ。それではまた次の動画で会おう。 Let's meet in the next video. Bye.